ダンスレッスンの帰りに携帯が鳴ったんですよ。でルシアの番号を知ってるのって家族しかいないんですね。パパかママかなみたいな。何かなって思ってもしもしって出たら、ルシアちゃん、ママだけど、あのさ、最近インターネットが使えるようになってとか言って、一番恐れていた事態が起きたって思って、あ、何、使えるようになったの。あ、そうそう、なったので、ね、ルシアちゃんのね、切り抜き見ていい？と急にぶっこんできて、そう、活動してることは知っていたけど、ルシアが何を一体どんなことをしてるのか分かってなかったの。ただインターネットで一生懸命何かしてるなっていうのは分かっていたんですよ。え、待て待て待て、どんな切り抜きって言ったの。あの、もしルシアちゃんが嫌だって言ったら見ないっていうの。ルシアちゃんに確認取りたくて。んー、じゃあそうだね、見た後にまた連絡くれるかなって言ったの。分かった、じゃあ見ていいんだねって言われて、うん、見ていいよ。そしたらいつも連絡早いママが1時間ぐらい連絡来ないの。一向に連絡が来ないから、電話かけたのもルシアから、今ね切り抜き見てたよとか、1時間も見てたのか。え、何見たのって聞いたら、え、ドンペルコール面白かったとか言って、ルシアちゃんどこからあの声出すの。ドンペリタワー張りました。ありがとうございます。ラグレバリバリゴリ押しコールで入ります。はい、いや、汗やばかった、汗今もすごいけど、思い出してもうその時震えが止まらんかったからね。そう、